届けして、消費を活性化させる、まあ、ファッション誌はそれが、まあ、第一の使命ではあるわけですけれども、まあ、あの広告の考えでもありまして、まあ、私の考えもありまして、私どものファッション誌は最初から、まあ、私が引き受けてからは、ちょっと社会的な事業を合わせて出てきております。まあ、女性にその情報をお届けすると同時に、まあ、時代を意識してですね、新しい考え方もお届けできればと思って、続けてきているわけなんですけども、まあ、ちょっとそうした私たちのスタンスをお伝えするために、今まで年間でキャンペーンという形を取ってきているんですね。で、一番最初はホワイトキャンペーンというので、赤ちゃん、まあ、子供の命を守ろう。ちょっと1年間ずつそういうボルタージュを続けました。2年目はですね、まあ、この国の愛のエネルギーというのは低いと思いまして、ラブキャンペーンというのをいたしました。1年間いろんな形で愛について取り上げをいたしました。で3年目が去年だったんですけども、何をしようかなと思いましたときに、夜中に私は Google Earth と Google Google に行きまして、地球がこんなに小さい状態で空気になっていた。自分ではどこかって探していたんですが、その瞬間に、やっぱりもう地球ってこんなに一つの小さな、まあ、よくグローバルビレッジという言葉を使われてますが、一つの存在なのに、やっぱりこう地球規模で物事を考えることってなかなかできないなと、まあ、この小さな国の中の理解で、やはり遠くを忘れて、誰かと完結して生きているところもあるからというようなことが、ちょっとこう思いが巡りまして、で、まあ、2007年のキャンペーンは、じゃあ、プラネットキャンペーンにしてみようかな。グローバルな意識で何でもファッションからカルチャーからライフスタイルから全部考えられるようになったらいいんだという思いを行いまして、去年1年間プラネットキャンペーンをすることにしたんです。そういたしましたら年末から大波が来まして、ゴア元副大統領の都合なしで、ね、あの映画が来ると年明けすぐに来たんです。で私どもその前からも仕込んでまして、実は日経新聞さんと組みまして、少し女性向けのエコの話を、おしゃれで紹介しようという企画の中で、ツバルという、南国のですね、海抜の皆さんもご存知ですが、今大変有名になってしまいますが、1メートル。最もこの地球に最初に沈んでしまう、温暖化で沈んでしまうといわれる象徴的な島に、実はモデルさんを連れてってファッション撮影をしたんですね。で、今日経産の資源の方で、私どもの、熱湯の豪雨、表紙で語りまして、ちょうどその時、ダナ・キャランさんの、環境保全運動の話も届き、もうちょうど太田里奈さんというミューミューのコマーシャルも出てたモデルちゃんを配達してくださって、連れて行ってですね、ダナ・キャランさんを